ああそうだこの話だけして終わろうかなと思うんです。ああ、うん、そうだね。でもまだしばらく雨降るんでしょ来週の水曜日まで雨って聞いたけど、うん、気をつけます。 コミックビームを買ったんです。もうそろそろ紙媒体で多分ビームやらなくなるだろうと思うので、記念に廃刊になる前に買っとこうと思ってさ、出版業界も今すげえやばいらしいので、バタバタと多分ジャンプ以外の雑誌全部なくなるかもしれませんからね。同人業界もやばいらしいですよ。夏コミもないっつって。うん 夏コミと冬コミ当てにしてるその同人専用印刷会社みたいなのが悲鳴を上げてるようですでこのコミックビームでさちょうどイムリが最終回でさいや買ってよかったわと思いましたねあの14年間連載したイムリがいよいよ最終回だっつってまあこれも見,見どころだったんですけど僕あとね生理ちゃんとかね トレンドだわ生理、ね、ちゃん、えー。それからね、あのこという、まあ、ち,ょっとちょっとおかしい漫画家がいるんですけど、その人のコ,コロナ禍の中での,そのリモートとかを使ったあーちょっとしたエッセイ漫画みたいなのがあって、あのコロナの陽性。 うん、あのちょっとネタバレで申し訳ないんですけども、もうこういうしかないんだけどあの、コロナの陽性反応とフェアリーの陽性をかけたダジャレの漫画がですね、素晴らしかったです。あのこれはことぶきつかさにしか描けんわと思ったんですよ。20ページかけてその一ネタのためにいやこの漫画あるんだと思って、参りましたと思いましたけど。 まあ僕の目当てはやっぱりそのもううつ病漫画家になってしまったさくら玉吉ですよね、えー、今は日記漫画みたいなことを玉吉さんはコミックビームで書いてらっしゃるんですけどその体の調子とか精神の調子が悪くなったらすぐに休むっていう形でだから逆にその僕は理想の形だとも思うんですよね漫画を書いてるから絶対毎月書かなきゃいけないじゃなく 書けない時は書けないっつって休むっていうのも僕はもう老齢漫画家になったらそれぐらいいいんじゃないかと思うんですけど今だから伊豆万玉日記みたいなのを書いてるんですけどこのエピソードで一つ皆さんにお話ししたいことがありましてうーんその玉吉さんが寿司屋に行ってさ寿司屋の大将で 回転寿でまあお腹かいっぱい食べてお会計しようと思ってさ、あのー、た玉吉さんがお会計をしようとしたんですねそしたらそのボタンを押して来るの待ってたら隣に座ってたメガネの老人が、あのー、そのお会計ボタンも押,押さずにスッと立ち上がって。 くっちゃくっちゃしながらあの自分の食べた皿を指,だ指さして、あのー、店員をさ呼びもしないの。俺が立ったらもう店員は来いっていうような感じでこうふてぶてしくこう指をさしてで、店員もそこに行くんだよね。はいはいっつってお待たせしましたっつって。 玉吉は思うわけです。俺の方が先にボタンを押したのにあのなんでこのメガネを優先するんだろうっていうふうに思うわけです。で、その人が会計終わった後にあのじいさん何者っていうふうに店員さんに聞くとあれは町の実力者ですって言われるの。町の実力者がかっぱ寿司で応募な飯の食い

権力者になると何ができるかってことですよ。無意味なことを他人に強要,強要する権利を得るんですよ。権力者っていうのは。その僕が言ったのは、その刑務所であの受刑者にあの穴掘らせて、その掘った穴を埋めるっていう作業を一日中やらせることができるのが権力者です。だから 受刑者を監視する立場のまあそのなんだあのモラルの観点からやっちゃいけないとかって言われるだろうけど権力を手にした人はその無駄なことを誰の得にもならないだからこの人自身権力者自身の評判も下げる行為になってるから結果誰も得しないんですよこれ。 あのその先にスイッチを押した玉吉はストレスを抱えるしあの順番を守りさえすればいいわけだでこの人もボタンを押してお会計を待てばいいだけなんだけどあのもう俺は権力者だから回転寿司で回転寿司屋がその地方に立ってる回転寿司屋のルールにのっとることもなく俺が席を立ったら。 ああ店員よ、お前が来いと。こんだけ食ったから、その皿を数えて、ああ金は払ってやるから、速ああやかに私をもうかっぱ寿司から出せというふうな、うん、横暴な態度をとるんです。これはもうその、町の権力者だけじゃなく、権力を持った人は、うん、う大体そう、無茶ぶりをするから。 無茶ぶりをして、それができないんですとか、なんとかその無茶ぶりをクリアしようとする庶民を見て、ケラケラ笑うということが、あ権力者の権利であり、楽しみなんだねこ。こんなことぐらいしか権力を手に入れたってできることはない。日本一偉くなったって、こんなことしかでき,るわけできないんですよ。で、それをしないで偉いのは天皇陛下なのわけでね。 あの権力とい言ってないけど、あれ、日本の象徴としてあ,あるわけだけど、偉いね、あの人たちはね、みんなからこう褒められて、褒められて暮らしてる中でさ、あーのー人前に出るときにニコニコ笑ってこう手振るんだから、偉いもんだなと思うんですけど、ねえ、町の権力者なんか、なかなか選挙の時以外なんか手振らないだろうよ、う政治家もそうですけど、<laughs> 手振らないでしょ。<laughs> あの <laughs> うん、いい時だけね手を振るのがそういう権力を手に入れたい人たちですからそんな人が横行してるわけなんでねそのいろんな無意味なことが本当世の中には溢れてますけどだから自分の身にいわれもない不幸が飛び込んだりとか。 ね、なんか僕,僕は今、不当な扱いを受けていると思ったときは、もうそれは、あこれは権力のある人に振り回されてるんだなと思って、あとはその時に各自で判断してください。あの振り回されるのが嫌だったら言うこと聞かなければいいし、えーうんあの、口で論破できる人は論破すればいいと思います。でも基本これですから、世の中は。 それを分かって暮らすのと分からないままムカムカするのではちょっと違うと思いますので皆さ,ん皆さんのためになる話をと思って今日少し終わるのを伸ばしてこの話をしましたありがとうございましたじゃあお気をつけてさよなら